ばんは、バチオーデンです、はい、今週のバチオーデンはね、はい、まあ年末、いよいよ年末ですよ、年末超スペシャルと題しまして、はい、この1年でさ一番思い出に残ったというか、うん、視聴者からの反響が多かった実は、うん、物語があるんですよ、ストーリーが、はい、何だと思う？わかりました。何？福田ウォッチングだ。いや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 、いやけどね、めっちゃ喜んでるから、あれ斬新ですよ ね。そうなんだよ、はい、面白かった、ね、実はあれね、うん、まあ、例えば10ある中の2ぐらいしか使ってないよ、まあ、確かに、あ、そこで、はいはい、ちょっと待ってくださいと、うん、だったら、うん、この残りの8をさらにこう再編集して、はい、見せたかった部分、まだ言い足りなかった部分、はい、秘密の部分が、うん、あるんです、ね、あるんだよ。その残りの全てを皆様にお届けしようじゃないか、はい、おいいじゃないですか、面白かったもん、あれ楽しみです、はい、いいかね、はい、だから、うん、今週は君ら何もせんでいいんだよ、あ、いいですね、いいです、マジか、マジかマジでやった、楽なんだ今日、この方の奇想天外の行動見てればいいだけですもんね。奇想天外って言うな。あなたと私をリンクして、うん、まるで自分がやってるかのようにしてご覧ください。外行くよ、はい、せーの、どうぞ。ということで、まあ、ここではね、私が八王の立ち回りを実は VTR にまとめています。立ち回りって、立ち回りまとめてます、はい、ゴリゴリ打つだけでしょ。それがいろいろあるんですよ。お、痛い、あ、攻撃してる。え、もちろん暴力はダメですよ。暴力はダメですよ。だってゴリゴリ打つだけでしょ。と思うでしょ、うん、違うんです今回。お、ちょっといろいろやってるんで、ということで八王福田ウォッチング VTR どうぞ。変な顔してるよ。おいっす。やってまいりました、ベリーアマックス本庄店。うん、ありがとうありがとう。喋ろうとしてる時にこういういいタイミング、つまりいいタイミング、今日はついてるってことなんで、で今日はね、俺流の立ち回りをちょっと皆さんに伝授というか見せて差し上げましょう。まず行こう。いいよ。オッケーオッケー。腹減った。開幕腹減ったんですよ。マックスをやりたいところなんですが、まずは自分がついてるかついてないかの試しにアマネジからやってみたい。これいつもパチをするよ、いつものパターン。ついてるかついてないかとかじゃなくて、もう無駄でしょこれ。いやいやいや、もしかしたら、はい、今アマネジ140。俺はひょっとして今日いけるかもしれないね。さて問題です。鬼武者で何ポイントで当たりが来たでしょうか。どうぞ。知るかそんなの。いやいや、わかるか、知るかそんなの。ということでいきなり問題が、若すぎるやろ。いやいや、問題が出ましたけども、グッドクエスチョン。なるほど。八王の得意のアマデジなんですよ、うん、で新鬼武者で勝負、はいはいはい、で言ったらダメですよ、言ったらダメですよ、言ったらダメですよ。今1500って言ったよ。今違うんだよ多分。今のは違います。空耳、今の空耳です。流してください、うんうん、分かった。ということでこの問題はじゃあなぎちゃんお願いします。当てちゃってもいいんですよね。いいよ。4500ポイント。お前はバカか。今1500って言ってたじゃん。だって空耳だって信じる。え、違うの。いや知らないよ俺は。知らないもんだって。じゃあ4500ポイントで。いや1500ポイントいいんだね。1500ポイント。1500ポイント本当に。いや2000ポイント。2000ポイント。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。オッケー、よしよし。じゃあそれでは VTR どうぞ。一つだけお願いがあるんだ。これは当たりだろ。やばいです。俺を思い出してくれないな。当たりだろう。うわ、いや分かるわけないし、分かるわけない上にいらんこと1500ポイントってなんで言ったの。盛り上がったね。盛り上がりましたね。最高だよ。意味が分からん。面白いなこれ。はい、じゃあそれでは次の VTR どうぞ。自虐。いやー
パターン。おぜ。いやビッグボーナス。あと俺これで4万。パチをですね、アマテチで出玉を稼いだんですけど、ここで移動します。おお、あー、パチをはどこへ移動したでしょうか。これがヒントは、ヒントあるの、腹減ったなって。なるほど、あれ、はい、ということで、これもほぼ当たりでしょ。今度は、うん、ドラゴン、はい、お願いします。はい、泣かす移動、移動範囲が移動範囲が、これね、根性だから長瀬が遠いの大変なんで、はい、いいですか、中洲で。中洲で絶対当てるわけない。仲間しとかね、ちょっといいかな、はい、いい、問題出す側も、はい、答える側も、はい、やる気ないじゃない、めちゃめちゃありますよ全然やる気がないよ。いやいやいや、視聴者の人見て果たしてこの中に正解はあるのかどうか、ね、そうですね、いや正解一人、いや正解一人しか言ってない。いやいや、これはこれはちょっと、はい、ちょっと難しい、ね、パチを大体本庄のロケが終わったら中洲に行く。いや、そりゃそうだよ、間違いない、うん、そうそう、中洲に、うんうん、はい、ということで答えの VTR どうぞ。アンパンでも食うか。あ、大じゃないの？アンパンね、ほらほら、そうです、おー、中洲です。ほら、逆に俺いい線いってる。だってパチンコ台どこ行ったでしょ。ここの、はい、ちょっと待って、ないかもしれないんですよ。さっきだってヒントでお腹減ったって言ったじゃん。そうです、だから正解はアンパンを買いに移動したです。キューちゃん正解。これかすぎる。いや、もうやめよう、これ。いいですよ、やめたがいいって。中洲という中洲という地名ではなく、あの、中洲ってのは要するに川の中にある巣のことだから、うん、だからパチンコの中のああいう売店は、まあ、あの、我々クロートでは中洲と。嘘やそうなの。いやいや、正解なのあれ。嘘やん、入ったらよくわかったいやいや、中洲じゃねえ、あれ。おめでとう。もう絶対どっか行く。あれ、コーヒーワゴンでしょ、あれ。そうですけど、中洲じゃねえでしょ。あ、中洲じゃないよ。はい、まあ、ということで、それでは次の VTR どうぞ。で、パチオをですね、鬼武者で出玉出したんですけど、まあ、筋肉マンとか北斗とか散らかしたんです、実はで、ここでついにガロの島に来ました。おお、だから行き着くとこ行き着いたっていうだけじゃん、これ。やっぱりこう、にぎやか、にぎやかなとこの方がいいんじゃないのかなと思います。あ、赤、赤。緑だし、緑だ。これでガロケで握った瞬間にブル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 当たるか当たらんか分かるよね。てかもう手玉なかったですね、持ち玉が。あれ持ち玉ね、持ち玉。すごいよ、パケットちゃんとね。ただ今移動してるんですけど箱持ってないんですよね。あれまた散らかした、散らかした。大丈夫、単発だった、単発です。あ、けどガロで当たってる。で、結構打ってるんですね。あれ、結構打ってる。で、当たってるんですよ。やっと結果した。すごい、いや、負けてる。いや、ここはね、ダメ、俺ね、2分の1が引けないんだ。ほんとに引けない。これはもういい、ほっとこう。あ、押さない、押さない。こっちは押さない派なんで、ダメだった。信じろ。だって、なんか無駄なエネルギーを使うみたいな気がする。まあ、確かに。なんでかね。お、あ、からの復活です。なるほど、これで闇テラス。これが嬉しいんですね、はい、確かにね。もうダメだと思ったその最後にね、奇跡が終わった。すごいです、うん、いやー、なんか、なんかさ、ずーっと通り過ぎるような気がして。もう一回止めてもいいの？その方がいいか。同じだよな。どうも、わかるわけないよ、はい、これ。パチをですね、やっと魔界チャンス獲得して ST に入りましたが、うんうん、この最中に一旦手を止めて、うん、ある行動を行いました、うんうん、
さあ一体何をしたでしょうかということで、まあ、今回壁にお願いします。分かるかな。これはこの今までの問題の中で一番簡単です、うん、簡単ですよね、うん、これは分かります。外れたらおかしいです。ナミちゃんも分かる。本当に一番簡単です、うん、まあ、ルパンで言うなら金色保留を外すようなもんです、うん、それぐらい簡単なもんです。簡単です。手を止めて、手を止めて、普通に言うならこれトイレに行ったですよ、うん、ね、うん、だけどパチオの前は意味が分からない行動をするから、うん、そのままアマデジに行った、はい、当たってるのに、当たってるのにそんなこと出るの。当たってる。トイレに行かないで、行かないでアマデジにまた戻った、戻った当たってる。はい、それでは答えの VTR どうぞ。当たっちゃった。ちょっと待とう、一回ちょっとやめよう、な、待とう、これダメだ、これはね、ダメだよ、ちょっと一回やめよう。なんと、ここで空の缶コーヒーを吸った壁に、惜しかったね。まあ、惜しかったとかじゃなくて、これ本当にね、こんなのね、多分ね、2万人でも当たんないと思うよ。いや、ほぼ正解です。みんな正解ですよ、これは。けどさ、パチンコやってると、はい、よく空のコーヒー。そうそう、わかる。俺飲んだっけ、飲んで。全部飲んだって、俺から飲んでさ。で、まだちょこっとだけあるんですよね。そうなんだよ。あれちょこっとあるのは、あれあれ、ね、もしかしたら、あの、よそのおばちゃんがこうやって、飲んで、あーわって、どぼっとこう。唾を入れたかもしれないものを俺すすってね、大変なことなんだ、うん、これ、あの、これ本当に当てれる人俺は絶対いないと思う。残念だったー。残念。一番簡単だったの。簡単だった。簡単だった。分かったんだもん。みんなあるよね。分かった。あるあるやん。分かるじゃん。パチンコあるあるです。いや、そうだろ。空の缶コーヒーするか、うん、脇の匂いかどっちかだよ。そんな二択なの。簡単な二択。当たり前やん。まあ、ということで、まあ、連チャンするかどうか気になるパチオですが、この後どうなったんでしょうか、どうぞ。ということで、まあ、連チャンするかどうか気になるパチオなんですが、この後するわけないじゃん、時短だもん。いや、あれ ST ですよ。 ST ですよ。空の、空の缶コーヒーをすすったんだよ。すすったパワーが流れが変わったのか変わらなかったのか、 VTR どうぞ。缶コーヒーを変わらない。この初代チャンスが当たるんですよ。ほら、でしかも当たった回転数が159回。うわー、すごい。ギリギリだったんです。バカ野郎、159ってどういう意味だよ。すげえ。ほら、一回開けた方がいい。これはね、一回開けた方がいい、きっと。これはね、一回開けた方がいい。間を開けた方がいいというパチを、この後一体どうしたでしょうか。ということで、ナギちゃん、はい、お願いします。これ簡単でしょ。これは簡単だ。これはもう、缶コーヒーは空のすすったよね。そうです、すりました。わかった、わかった。飲んだ。缶コーヒー買いに行きます。なるほど。違う違う。缶コーヒーそれでいい。じゃあ、コーヒーワゴンに行く。コーヒーワゴンに行く、うん、じゃあ、ドラゴンは、缶コーヒーをすする。もう一回、もう一回。今再び。けどよくやりません。すすり終わったやつまたすすりません。姫さん、缶コーヒーって言われたら缶コーヒーばっか頭いくだろ、うんうん、缶コーヒー忘れようよ。あ、お手洗いだ。お手洗い。今なんて言った。お手洗い。あれ、あれ、あれ、え、なに。それでは正解の VTR をどうぞ。おしっこしてくる。当たってそのままするんだよ。おしっこしてくる。これ本当に似てますから。これただ ST 中とかうんぬんじゃなくて、もう自分がこう、やばい、トイレに行ったでした。やった、当たった。あれ、縁に担いだとかじゃなくて、あの走り方は本当に燃えそうだっただけだろ。あれ、もうね、膀胱の中パン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 だった。もう俺の膀胱はそんなになったんだろうね、あれね。あー、なるほど。で、皆さん、あの、こっから珍しく引きの強いパチオが見れます。お、え、はい、何でしょう。珍しく、はい。
ということで VTR どうぞ。練習したの、うん、お待たせ、お待たせ。さて、おしっこをしたら、大体各編とか ST 中はこんなに帰ってきたらいいことないんですよね。回転、回転数とかよく見てください。帰ってきて一発目ですよ。これが4回転目なんですよ。落ち込まない、こんな感じで当たるんです。落ち込まなかった。知らないよ、俺も止まんない。落とせ落とせ、止まんないよ。落ち着いて。さあ、おしっこ行こう。おしっこ行こう。またか。いや違う。あ、ダミーでね、ダミーでね。違うんです。で、これもう10回転目なんですよ。すごい。これあのみんながおしっこ行こう作戦しようとめんどくさいよこれ。多分真似すると思う。一回いなくなったこれ。何言われに語りかけるんですね。座ってじゃバレるの。一回いなくなった。見えないようにね。いっぺんいったふりしたんだこれ。戻る。あれこれはちょっとやばいな。ちょっと一回やめよう。もうね、はい、本当にね、最後は壁に。このおしっこ作戦が通用しなくなったパチオが次に取った作戦は、段階はね、大したもんだよ。え、うん、覚えてバレちゃう。何回かやっちゃうとね、またおしっこですかって言って、あの、喋ったもん。あ、喋、聞こえたんですね。聞こえた。またおしっこで、またおしっこです、ガバガバって。あ、聞こえたんだ。聞こえた。で次に取ったパチオのこういうことを俺が考えればわかるでしょ。もうあのね、考え方がパチオは用事だから、はい、うんこに行った。まさか。じゃあ大きい方に行ったで。いいですか。じゃあそれしかない。ファイナルアンサーで。そんなことしかしないから。本当にいいですか。もう長いから付き合いが。わかりました。それでは、うん、VTR どうぞ。ちょっとうんち、うんち。バカぐらい簡単な男よね。でもよく答え見てください。何度も何度もそのおしっこだけじゃな、やっぱ大だってうっせーって。そんな大将、みんな連続しておしっこ出ないですよ。あ、ふりなんですよ。本当は言ってないんだ。第2行くふりをしたなんです。いやいや、当たりだから俺当たりでしょ。言ってないんです。言ってないんだよ。いや、結局フリット同じだ。違います。行ってないです、トイレには。本当はしてないんだから。残念。ちょっと待って。残念。当たってるんじゃない。マジで。本当これ実際に行ったら当たんないんですよ、ね。うん、フリしなきゃダメ。フリ、そうそうそう、運を出しちゃうから。そう、うん、お前こと言うな、ね、台だけに大当たりないな。ぴったり当たる方が難しいと思うけど。一芸一句。結果どうなんだ。結果は今回ですね、パチオの自腹の立ち回り、どのような結果になったのか VTR をどうぞ。そろそろいいか。ふりをして。早いか。もうちょっと待って。これ誰がタイミング決めてるの。早いかっていうので、まずもうちょっとって言ってるんでしょうね、誰かから。皆さんですよ。あと一人バカがいるんでしょ。いやいやいや、これ絶対言うな。あと一人バカがいるんだよ。ほらね、ダイはしっかり俺がトイレに行ってたって言ってると思ってる。そういう風にもう思い込ましてる。浅い回転数なんですよ、これ。そうね、うん、当たるんです、これが。作戦、バッチリですね。すごい。まあ、早い話が一番バカなのはこの台でした。確かに騙されたね。これ一番バカなんで。完全に俺に騙されてる。騙されてる。この歯応えバカだ。おー、何これ。お、一万発超えました。ありがとう。 I love you。 Thank you。 いやいやいや、驚いたね。やっぱあの粘り勝ちっていうのもあるけど、当たった時に打ち続けるのもいいんだけど、たまにはちょっとね、おしっこ行ってくるよとか、軽くおしっこ作戦、うん、ガロに一度錯覚させるのがいいかもしれない。でもさすがガロ、もう4回ぐらいになってくると嘘っていう顔しますので、ううの時ちょっと嘘みたいな顔する時はちょっと今度はちょっと大きい方行ってくる。そう、あ、そうですか、行ってらっしゃいって。これも
頑張って1回2回かな。でもね、たまにはこう間を置いてやるのもいいのかなというふうに思いました。今日は本当に疲れましたけど非常に楽しかった。また、こういう私の立ち回りを皆さんに伝授したいと思います。今日はお疲れ様でした。お疲れ様。よし、行こう。いかがでしたか。いかがでしたかよ。面白いですよ。人間ウォッチングって本当に面白いですよね。ただね、個人的な意見ですので、これは確実かどうか分かんないんだよ。人間って何でも病は気からとか言うように、気の持ち方じゃないか。だからちょっと自分のリズムを変えたり、ちょっとすれば、また変わるんじゃないかなという、去年というか今年のいっぱいの僕の、まあ立ち回りでした。立ち回り、誰立ち回りじゃない。あれ立ち回りじゃないでしょ。だってもう正面と見せかけてとかそんな感じだったもんね。あの一人時間差みたいなそんなんで俺おかしくてさ、世の中こんな人いるのって俺じゃねえ。そうですよ、見本ですよ。もうだからそんなもんだっちゅうこと、な、まあまたこれからもね、来年もこういったちょっと福田ウォッチング、というかなっちゃんウォッチング、壁にウォッチングやるんだ。それからリュウちゃんウォッチング、あとバードウォッチングと、バードウォッチングやりたいしなくていい。バードウォッチングは、まあそういった面白い企画をね、立てていきたいと思います。さあ年の瀬も迫ってきて、来年お正月。まあお正月もやっぱりやりたくなるわなですね。打ち始めはやっぱ早い方がいいと思いますけどね。もうかね、はい、でもどんな感じ。いやまあ昔みたいにその親戚がみんな集まって、昔親戚いっぱい集まってみんなでパチンコ行こうとかあったでしょ。あったあった、ね、だけどだんだんそういうのが減ってきて、なんかこう噂で言うとこうなんかどうせ正月にたってお客さんがいっぱい来てどうせ巻き上げられるんじゃないの。あるよ、それあるよ、ね、だけどそれじゃないんですよ。あ、違うの。違うの。あのね、あのやっぱパチンコ屋さん人が多い時はやっぱ出てる人も多いからちゃんと見た方がいいよ。いや負ける人が例えば親戚3人ついてなかった3人とも負けたらもうみんな出ないとか言うんだよ。あ、でも親戚7人のうち3人負けても4人勝ってたら勝った。そう、そういう話、そういう話なの。ただやっちゃいけないのは、絶対子供のお年玉使わないでよ。そうです、ね、俺は昔子供のお年玉で革ジャン買ったことあった。いや、悪いよ。だけじゃくる子供のパン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 、バカよ、これでお前革ジャンが買えるんだって買ってきたよ。もうちょっとテレビで生きていく人だからそれ言っちゃダメだって。こういうことは絶対しちゃいかん。しちゃいかんよ、それ。いいですか。はい、まあでもね、まあお正月もね、あのいろいろ楽しく、明るく、そうですね、やっていこうじゃねえかということで、どういう基礎をやっぱりやった方がいいですか。だからこの番組を見てる方はね、やっぱり近所のホール、まあどこでもいいですよ。やっぱり機種が多い機種ね、まあ機種を上げると機種が多い機種ね、台数が多い機種、台数が多いところね、機種ね、はやっぱ海かジャグラー、ここはもう絶対どこのホールさんでもメイン的に入ってますんで、まあそこあたりから行ってみてはどうでしょうか。なるほど、うん、まあ寝台とかね、そういうのはもうホタッとってもみんな行く、うん、どうしても年末年始でいろいろあるけれども、やっぱジャグラーと、そうですね、海ね、まあそれからまあ北斗あたり台数が多いと思うんで、そこら辺狙ってみた方がいいかもしれないね。なるほどね、うん、はい、まあというわけでね、今年1年皆様のおかげをもってこのバッチオーデン、無事ね、今年もうまく大丈夫だね、いけました、はい、来年もね、さらにパワーアップして、来年もやっぱりやるんだ。いや、今編成と話してまだ決まってないんですか。いや、やっていけるんだ。もう皆様の力なくしてはこの番組ありません。そうですよね。いいでしょうか、はい、皆さんが相手からこそのこの番組です。どうしました、なんかどもりましたけども、はい、いや、心はあるんですか。心がないかなと思ったんです。あります、はい、何があっても健康一番です。そうです、はい、それじゃあ、はい、来年の羊年も引き続きよろしくお願いいたします。良いお年を。良いお年を。おやすみなさい。おやすみなさい。もう言わないんだ。